まあそのコスパがねすごいいいってことで、まあうわ、お火が強い。うわ、1人なんと1000円、1000円で食べるという。佐藤精肉店ね、佐藤の精肉直売所に来てます。いろんな焼肉屋さん行くんですけど、岡山で多分クオリティと価格がもうえらいことになってるんで、でまあそのコスパがねすごいいいってことで、まあ1人なんと1000円、1000円で食べるという。でそのレジで買う方式なんですけど、まあ1000円で食べるんで、ちょっとね見ていきましょう。新商品、うん、あ、でもどうなったか、ほんまやな、美味しいですね。これめっちゃいいっすか。あ、すごい。いや、もうちょっとめちゃめちゃ悩んだんで、そうちょっとこれでわかりやすく、まあ、ライス2つね、ライス2つ、まあ、これでも99円、そう、安いね。あとは、スライスカレー。あ、こういう感じかかるんだ、これ。あ、3とか2、トビー、なんかカルビ切り下ろし、値段も書いて、お願いします。すごいね、飲み物、飲み放題、990円、やばい。これその量がどんだけっていうところがあれですね。ね、万で、ここでしたね。ね、どうなんだろうね、量的にも。こちらでございます。でご飯が、ご飯がこんなくこんなきますか。火力がね、結構弱いってことがあるじゃないですか、焼肉屋さんでも。全然、おお。美味しい。いいじゃん。めちゃめちゃいいお肉です。なんか値段は安いんですけど、値段本当めっちゃ美味しいんですよ。本当に。お。牛すじみたいな感じじゃない？
レモンダレで行ってみたいと思います。このレモンダレが本当あるってすごいいいですよね。いただきます。レモンってやつ、本当に。うわ、美味しい、美味しそう。美味しそう。美味しそう。いやいや。自分が食べたんで、やっぱ自分でね、最後までね、食器を持っていくっていうのがやっぱり、これが安い理由の一つで、ね、まだよし、フラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。